ザクリブスは、イギリスウェストヨークシャー州、ベイクフィールド出身のロックバンド、ローハイスキノ・ジャーマン三兄弟にて結成された。2008年に、元、ザ・スミスのギタリストであるジョニー・マーが加入したが、2011年に、脱退したため、元の三人組に戻っている。2001年、ローハイスキノ・ジャーマン三兄弟によって結成される。2004年、インディでリリースしたシングルが話題となり、 イギリスの人気レーベルウィチタと契約し、ファーストアルバムザ・クリブスをリリース。同年8月、サマーソニックにて初来日を果たす。2005年、セカンドアルバムザ・ニュー・フェラスをリリースし、スマッシュヒットとなる。この年、ピート・ド・ハーティーにも気に入られ、ザ・リバ・ティーンズの前座を務めたこともあった。2006年、フジロックフェスティバルに出演のため来日。同じく、 フジロックに出演していたフランツ・フェルディナンドの演奏時にはステージに招かれドラムランダのパフォーマンスを共演した2007年プロデューサーにフランツ・フェルディナンドのボーカルアレックス・カプラノスを迎えサードアルバムメンズ・ニーズ・ウィメンズ・ニーズ・ホワット・エバーをリリース同アルバムにはソニック・ユーズのリー・ラナルドもゲスト参加している2008年 フジロックフェスティバルに二度目の出演を果たす。同年、バンドと一緒にレコーディングセッションを行っていると伝えられていた元、ザ・スミスのギタリスト、ジョニー・マーが正式にザ・クリブスに加入。2009年、4人編成になって、初の作品、ホースアルバム、イグノアジ・イグノラントをリリース。10月に、単独での来日公演を行った。2011年、ジョニー・マーが、 ソロ活動に専念するためだったゲーリー・トライアンは、双子で、ツインボーカル、ロスは二人より四歳年下の弟である。サマソニー048月7日、東京会場、8日、大阪会場1月25日渋谷クラブクアトロ、フジロックフェスティバル067月28日、苗場スキー場10月22日新斎橋クラブ、クアトロ、23日名古屋クラブクアトロ、 25日、ディック・ウィドリューム、フジロックフェスティバル087月26日、ナイバスキー場10月19日、日本武道館、アークティック・モンキーズ公演のスペシャルゲストとして、出演10月21日、赤坂ブリッツ、22日、名古屋クラブクアトロ、23日、震災橋クラブクアトロ、フジロックフェスティバル17月30日、ナイバスキー場6月21日、 梅田クラブクアトロ、ホステスクラブウィークエンダー6月23日エビス、ガーデンホール8月6日、渋谷クラブクアトロ、ありがとうございます。